はいどうも、タクタクです。ママに会いたい、やっていきましょう。一応兄ちゃんにまず話しかけてみるか。ねえ、お兄ちゃん。あれ？お兄ちゃん？ああ、なんだ、トイレか。そんな話してないけど。どうしたの？眠たいの？あ、うん、そうだな。眠いんだ。悪い、ぼーっとしてた。足をつけてから結構歩いたからな。疲れたんだ。そっか、じゃあ外に行くまで休んでね。ああ。これどうなの？でも準備できたってことなのこれ。外出ていいのこれ。あら、ゆいはできたのかしら？うん。わかったわ。道案内するからついてきて。大丈夫？おうおうおう。何か揺れてる。わ、また揺れたよ。監視が頻繁に出てきたから。空間が壊れかけているのよ。こうなったら時間が惜しいわ。みんな行くわよ。どこ行くの？あ、傘。揺れて歩きづらいわね。あなたたちは転ばないように気をつけなさい。うん、気をつける。よし、傘は俺に任せとけよ。うん、お兄ちゃんよろしくね。監視が出てきた。私についてきて。お金は貯まった。だけど私の中は何もかも空っぽだった。おお、大丈夫この状態。え？めっちゃもう、これいけんの？大丈夫？あ、大丈夫。大丈夫な。いや、ダメ、大丈夫じゃねえじゃん。どうすりゃよかったこれ。どうすりゃよかった？よし。今度こそ。逃げろ！あ、こっちに行くんだ。5人目を孕んだ時には、どうでもよかった。もうどうでもよかったね。逃げろ！え、早い！もう死にたい。それしか考えることができなかった。急げ！皆さん、私はここで時間を稼ぎます。なので先に行ってください。え、そんなのダメだよ！ダメ！弟さん、大丈夫ですよ。私たちはもう死んでいるのですよ。これ以上失うものはありません。あるとすれば、あなた方の命です。だけど、でも、どちらにせよあなたは全てを忘れます。ママの元へ行ってください。嫌だよ。おい、いつまで止まってるんだ。ママに会いに行くんだろう。早く行くぞ。急げ。おね兄ちゃん。だけどあの人はそんな私を支えてくれた。お姉ちゃん、お姉兄ちゃんが。ええ、分かってるわ。彼女が無駄死にならないように。あなたたちは先に進みなさい。ほら、急いで。うん。あの人は全てをくれた。彼とは違った。ねえ、あんたらはさ、ママに会ったらどうしたいの？君は誰なの？もしかして4番目の？ねえ、その体僕にちょうだい。嫌な予感がするな。2番目のお姉ちゃん、待って、この子たちには手を出さないで。お姉ちゃん。ねえ、4番目、全部私が悪いの。責任なら私が持つわ。だからこの子たちには手を出さないで。随分勝手だね。どう責任取るの？監視と融合したのをいいことに。散々利用したじゃないか。協力したら僕にそいつらの体をくれるって。姉として約束を守るって言ったくせに。言う通りにしたら今度はやめてだって。もう信じられないね。あんたは約束を破ったんだ。嘘つき。何がお兄ちゃんだよ。あんたらもママも僕にしたように。バラバラにちぎって殺してやる。あの人は腹の子も一緒に愛してくれると言ってくれた。だからこの5番目の子はちゃんと産んであげるの。なんで君まで僕を裏切るのさ。これは監視と融合した4番目の姿ってことでしょ。じゃあこの4番目は魂の存在ってことかな。
僕はもう何を信じたらいいの？4番目。あなたにしたことすべて許してなんて言わないわ。私があなたをここまで追い詰めてしまったのなら、私はすべての責任を負うわ。だから。え、何？一緒に沈んだ？今度は一緒に、ああ、優しいものに会いに行こう。お姉ちゃん、お姉ちゃん！そんな真っ暗で見えない。4番目は奇形で生まれました。私は彼を殺すための監視でした。目玉さん、4番目のお兄ちゃんのこと好きだったからくっついたの？そうですね。でも彼が私に優しかったのはこういう理由だったのかもしれませんね。目玉さん、この先を進めば出口があります。ここは私がどうにかします。早く先へ。どういうこと？お医者さんが言うには私の体はもうボロボロらしい。今の一人が最後になると言われてしまった。お兄ちゃんどうしたの？もうすぐ出口だよ。悪い。もうダメみたいだ。何を言ってるの？ほら、僕の肩に捕まって。お兄ちゃん！あの足少し腐りかけてたみたいだ。結構動いたせいで溶けちまった。大丈夫だよ、僕なんてまだ腕がないんだから。ほら、僕に捕まって一緒に。俺さ、お前に嘘ついてたんだ。嘘？俺、心臓がないんだ。マジかよ！元からなかったんだ。今はこうして動けても、ママの元へ行ったらすぐ死んじまう。俺がここまで一緒に来たのはお前守るためだ。だから今ここで俺の腕を持っていけ。なんで一緒に行こうって、一緒に、僕たち双子なんだよ。だから絶対一緒に行くんだって。そんなのいらないよ。腕なんてなくてもお兄ちゃんがいれば。無理なんだよ。どんなにお前と一緒に行っても死ぬだけなんだ。死んだら何も残らないんだぞ。お兄ちゃん、なあ頼む、俺の代わりとして俺の腕を持っていって、その腕でママを幸せにしてくれ。は、なんて顔しやがる。俺と似てるかっこいい顔だが、顔が台無しだぞ。さあ弟よ、受け取ってくれ。悲しすぎる。またな。兄ちゃんはどこ？こっちがルートか。溶けちゃったってこと？双子と診断されたこの子たちはどちらも衰弱していた。生まれ出ても長くは生きられない。片方は必ず死ぬなんて。それでも今は一人じゃないから幸せにしてあげられる。今までごめんなさい。ああ、なるほど。いろんなものを背負って生まれてきたわけやな。まだわかんないよね。このボロボロだったね、世界はお母さんのもう体を表現してたわけですね。そのせいもあってかなのかわかんないけど、エンディングに行ってらっしゃい。え、待って、 2?1 ってあんの？ちょっと待って。嘘でしょ。お兄ちゃんはだってもう心臓がないわけですよ。え、これ何？ちょっと待って、今のがトゥルーエンドじゃないの？ちょっと探すか。探しましょう。はい、ちょっと戻りまして、そして攻略を見てきたんですけど、このなんかハテナを埋めないといけないみたいですね。で、このハテナを埋めるには、これは拾うべきかな。拾う、
うねうね。縮れて短い、あそこの体毛。ちょ、うねうねいるみたいですね。はい。なんか、どうなの？生まれてくるときでも、あそこの体毛ってないんじゃないかなとかね、突っ込みたいんですけど、いずれ出てくるものなんでしょう、きっと。はい。これをゲットしました。じゃあちょっとこれでまた進めていきたいと思います。はい。ここね、3番目のお姉兄ちゃんのやつだけ選択してなかったんですよね。この箱の中に何があるか。ちょっとお姉兄ちゃんに手伝ってもらって、探してもらいましょう。おや、そこで何をしているんですか？お姉兄ちゃん、今僕の腕を探してるんだ。でも腕がなくて探せないから、手伝ってくれないかな？その手伝ってもらってばっかで、ごめんなさい。ふふ、大丈夫ですよ。そもそも私は、あなたに助けてもらった身なので、むしろこれから、こちらから手伝っていただきたいです。やった。ありがとう。じゃあ、この箱の中なんだけど、わかりました。お任せください。お願い、おねえ。おね兄ちゃん、頼む。どうした？これは、もしかして、うん、もしかしなくても、これは、ん？あ！腕だ！弟さんの腕ですね。溶け始めているようです。なんというか、その、仕方ないよ。でもどうしてこんなところに入れられていたんだろう。変なの。4番目の方の仕業でしょうか。お兄さんの足も隠していたようですし、確信できる、証拠ないですけど。とりあえず、お姉兄ちゃん手伝ってくれてありがとう。はい。じゃあ私も何か方法を探してみますね。うん。お姉兄ちゃん。ごめん。変なキー使わせちゃったしかも。マジかよ。4番、まあまあ俺らはもう4番目は知ってますけど、そういうことなんですね、多分。兄の足をもぎ、弟の腕をもぎ、結局、二人で一つとしてしか生まれてこれないように仕向けてるってことなのかな。どうだ、何か成果はあったか。うん、あのね、僕の腕はあったんだけど、溶けかけてた。お、ちょっと違う。おい、マジか。溶けちまうとくっつかなくなっちまう。急いで溶けかけのやつ持ってこい。まあ大丈夫なの？ないことには何もできねえだろう。とりあえず持ってこい、持ってきて。来い。話はするからだ。わかった。お姉兄ちゃんに頼んで持ってくる。お姉兄ちゃーん！とりあえずお姉兄ちゃん探してこよう。ここかな？お！珍しい取り合わせ。あれ？目玉さんがここにいるの珍しいね。あと、お姉兄ちゃんもどうしたの？あ、どうも弟さん。実は私気になることがありまして、目玉さんに聞いているんですが、すぐ黙るんですよ。この通り、黙秘するんです。否定するわけじゃないのですが、肯定するわけでもなく困りました。何を聞きたいの？4番目の方のことについてです。私が思うに4番目の方は、目玉さんのことだと思います。目玉さんが4番目？でもおかしくない？この姿じゃ。弟さん、姿がおかしいのは、私も一緒ですよ。あ、言われてみればそうだね。でも目玉さんは僕らと同じ姿じゃないよ。私たちとは違う姿のものとくっついた。と考えたらわかりますか？僕らと違う姿で他にくっつく。もしかして、監視とくっついたってこと？おお、すごい。読みがすごいやん。そんなまさか。目玉さん、私にはともかく弟さんには必要あると思いますよ。彼女が3番目が見た4番目のことがあなたで間違いないのであれば、なぜ彼らの体を隠したのでしょうか。その前にどうして奪ったのですか。目玉さん、本当に僕らの手足を隠したのは目玉さんなの？だったら知りたいな。確かに隠したのは私たちです。しかし指示をしたのは2番目です。2番目？お姉様のことですね。なぜそんな指示を？もともと5番目と6番目を同時に殺してほしいと言われました。理由はママに合わせないの、合わせないため。ママに合わせないため？なんで？それだとおかしいことがありますよ。それならなぜ人思いに殺さなかったのか。4番目と融合した今の私は手足を少しずつちぎることができる程度です。なので少しずつちぎっていって同時に殺す予定でした。しかし隠し場所がバレてしまったようですね。お姉ちゃんが目玉さんに言ったんだね。お姉ちゃんにちゃんと聞いてくるよ。
じゃないと今の僕納得できない。僕はお兄ちゃんとママに会いに行くって約束したから。弟さん待ってください、私も行きます。これはバッドエンドなんじゃないか、もしかしたら。それが幸せとは限らないよ。お、こんな時に監視が来るなんて。弟さん一旦落ち着きましょう。とりあえずどっか部屋へ隠れるべきです。うん、そうだね。早くあちらへ逃げましょう。大丈夫なのかな、これ。あっち行っちゃったけど。お、何これ、塞がってる。何が起きているのでしょう。奥の部屋なら空いてるかもしれません。奥の方に行ってみましょう。うん、もしかして眠いですか。でしたらここにいるのは危険です。うん、でもお兄ちゃんと私は監視が現れないように見張っています。弟さんは早く奥の部屋へ避難してください。うん、わかった。めちゃくちゃ遅いんだけど、歩くのが。こんな遅かったっけ、こんな遅かったっけ。ちょっとすげえ遅いけど、奥の部屋へたどり着かない。あ、いけた。お兄ちゃんいる？あ、お兄ちゃん、グロい。こっちも。ゲームオーバーやん、こんな。あはははは、バッドエンド回収したった。マジか。ダメな選択肢だったってことなんだね。2番目が正解だったと。じゃあどっちにしても、あー、一緒に。すごいこれ。さ、ママに会い、おお、こういう絵になっちゃう。ここで、あ、弟さん調子はどうですか。うーん、ちょっとドキドキしてる。ですよね。でもご安心ください、私たちがしっかりサポートします。うん、ありがとう。あと、実はその、私気づいてしまったのです。そちらの箱の奥に道を見つけました。おお、入ろうとしたのですが、わずかに入れなかったのです。ちょうど腕が入らないくらいでしたので、弟さんなら入れるかもしれません。道、うん、見てみようかな。ここ、あれ、よくよく見ると箱の奥に道がある。ちょうど入れるみたい、入ってみよう。おお、なんか落ちてる。なんだろう、すごい量の紙だ。漢字がいっぱい書いてあるけど、あ、この文字だけ丸で囲んである。翔太、これ名前？待って。あ、名前が増えた。あと一つだけだ。ということは腕？あと腕だけ。さ、最後の場面ですね。ここで腕を託して前に進んでいくしかない。俺の腕を持っていけ。これで全てを手に入れたけど、なんて顔しやがる。お兄ちゃん、またな。全てを手に入れた。名前、腕、下の毛、の、脳、性別、進んでいこう。うん、あとはこれでエンディングが変わるかですね。一応体の全てのパーツ、そしてみんなの思いは全て翔太に託されました。俺も男の子が生まれたら翔太と名付けるという選択肢もある。それは分かんないけど、どうなんだろうね。お姉ちゃん、
お姉ちゃんのパターンとちょっと違う感じかなと思ったけど、弟くんも、あ、お兄ちゃんか、同じだったからな。エンディング 2! 嘘?行ってらっしゃい。あ、なんか待って。おかしいことになってる。バグってるバグってる。なに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 ?どうすんのこれ。どういうことお?どうして?翔太?やっと会えたのに。翔太。はい、ということで、ママに会いたい。見ました、最後。お母さんを、ってことですよね。で、なんていうの?やっぱ、お兄さん、お姉さんたちを、おろしたり、中絶で殺したから、その復讐、っていうこと、ですよね。多分どうなんだろう。いろんな考え方があるけど、いや怖すぎるんだけど、あの今あえてこの画面になってるのも実はあのあと殺した後、多分ねナイフで刺してましたよね。包丁かもしれないけど、まあその辺はどうでもいいんだけど、いきなりゲーム画面がバッて終わって録画が止まったんですよ。怖ーっと思って、いやすげー最後の演出でね、生まれて成長して覚えてたってことだよね。体内でのいろいろな兄弟たちの記憶や過去のお母さんのいろいろやった記憶がっていうことですよ。いやー恐ろしい。いやでもね、確かに産み落とされずああやって死んでいった子供もかわいそうだし、なんかひどいことするなお母さんって思ったんだけど、でもお母さんもねやっぱいろいろ男に、最初ですよね多分、彼のお兄さんにレイプされてそこからおかしくなってったのかなとか、いろいろ考えるとお母さんのことを僕は恨めないなぁと思いましたけどね。これうちのチャンネルって半々なんですよね、男の人とね、男性と女性が見る割合が。実はだからね、これを見ている男性はね、そういうことはあんまりなんていうのかな、ないって僕は思ってますけどね、女性に対しては。ってこともそうだし、女性はねやっぱ望まないね、こういう不幸なことを起こさないためにもね、避妊とかね、わかんないよその辺の人それぞれだから、状況は、ね、しっかりした方がいいのかなとかね、いろいろ思いました。はい、なんだろう、お腹の中ってこういうことが繰り広げられているっていうこととは別に、その裏にあるいろんなね闇を見たというか、いろいろ考えさせられる作品でした。ママに会いたい、これで終わりたいと思います。いろんなね細かな点とかね、映せてないとこもありましたので、ぜひね Windows PC 持ってる方は遊んでみてください。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。また違う実況でお会いしましょう。ではまた。Thank you.